皆さんどうもどうもよろしく、ワロシドラゴン TK です。ではね、今日もエンチャントアームやっていきましょう。ということでね、今回ね、何するんかなと思ってね、見たらね、これ遺跡の中を探索してレジスタンスの仲間から話を聞こうということなんでね、いろいろ壊しながらやっていきましょう壊しながらやっていきましょうっておかしいやろって、まあ話、体は大丈夫と。最近みんなすぐに暴力に耐えるようになって生傷が絶えないと。同じロンドンシティの人間同士が傷つき合って本当にそれが正しいのかしらと。いやー、ちょっと胸のところに目がいってまうよ。そういえばカレンちゃん、アジェントに戻るのは久しぶりなんじゃない？カレンちゃんがいない間に西側の区画の整理がついてから作戦室として使うことになったよ。年代の裏の扉から行けるからちょっと覗いておきなよ。でも今はやめておきな。リーダーが捕まえた密偵の尋問やってるから。まだ子供のド派手な密偵なんだけどさ、あのリーダー容赦ないから絶対勇気やんか。もう前から分かってたよ、なんとなくさ。この広場中央に安置してある窓置き、綺麗よね。怖いくらいに窓置きそう、今は対となる水のエーテルで封じてあるから大丈夫だけど、まあ、安心だけど、想像も少ないほどの火のエーテルが秘められているらしいわ。これが私たちアーセナルがロンドン軍に対抗できる唯一の切り札だそうよ。想像も少ないほどね。俺はこの目で見しまったけどな。その想像もつかないほどの力ってやつをさ。あなたもしかして壊滅した横浜シティの？今回の集会ではこれについての話があるそうよ。あなたもぜひ参加してほしいわ。あなたの見た惨劇をこのロンドンシティで繰り返さないためにもね。ああ、絶対に参加させてもらうよ。あっちの前やないの。てか、作戦室行ったらええんかな、なんとなく俺思うんだけど。お力には好きだ。ありがとう。なんかここから外見たらなんか暗いねんけど、なんでやってる。まあ当たり前やな、うち遺跡やもんな、ここな。あんた、やそばのなんだって？ああ、ちょっと、まずいか。いやね、どっから来たの？なんでレジスタンスなんかに？あんたの故郷でも、ドミンと貧民が一緒にいると変な目で見られたりする？ねえってば。俺の故郷。俺の故郷。あ、もしかして、地雷踏んじゃった？ごめんね、みんな聞かれたくないことってあるよね。私たち、ドミンでも貧民でも関係なく。穏やかに暮らせる場所を探してるんです。この子一生懸命だから、つい本当に頑張りなさいね。いや、いいんだ。まあな、明確な運営方針、潤沢な資金を調達してくる手腕、リーダーについていけばきっと大丈夫。うん、アーセナルはもともとドミンと貧民の間にある開墾かな、お互いの偏見を取り除くために設立されたがさ、それがいつの間にか剣をカリバンの打倒に目的が変わっちまってな。お前さんみたく仲間が増えるのはいいんだが、カリバンを通しないとどうなるんだろうな。それを考えないとね。それを考えていくのが本当の未来を見据えたもののことです。人ですよ。でもなんか言い方おかしかったけど、まあ人ここ行くんでしょうね。うん、なんとなく分かってたよ。やはり勇気おったもうお前は。もう一度聞くぞ、何の目的で我々レジスタンスのアジトへやってきた？何とも言ってるじゃんか。どれじゃんかお宝をゲットしてしこたま儲けるためにやってきたのよ。私はレジスタンスだかキリダンスだかフラダンスだか知らないけど、キリダンス、フラダンスって、おい、レジスタンスやで、レジスタンス。あたしには関係ないっての。そんな言い訳が通ると思ってるんですかね。まったくだ。状況から考えて、君はカリバンが送り込んだ密偵としか考えられない。違うって言ってるでしょ、トンチキスカタンオタンコダス。なんてもう一回言ってみやろ。ではどうして我々のアジトにやってきたというんだね。お宝よ、財宝よ、トレジャーよ。この遺跡に目ん玉飛び出るようなすんごい財宝があるって聞いたんだから。誰に？くひ、リ
ーダー。ひょっとしてこいつは密偵ではなく。ああ、どうやらあれを狙って送り込まれた特殊工作兵。特殊工作兵なんか、まだもっとなんか ややこしいことになってねえか。なおのこと、生かして返すことはできんな。そいつ密偵でも特殊工作兵でもないぜ。くひ、新参者が暴い立てするのは結構ですが、根拠はあるんでしょうね。根拠はある。だってこんなチビで色気のない密偵いるわけないじゃん。いるわけないじゃん。密偵って言ったらボンキュッボンの色気ムンムンに決まってんじゃん。確かに確かにライガンも確かに、ライガンまで確かに確かに、アーセナルリーダーも確かに確かに、クヒってかお前ら勇気が怖いよ。見てろ。あ、はーん、いや、ないな、ないな。どうだ。つまりこいつは密偵ではなく、本当にそのなんとかハンターなわけだな。ゴーレムハンターな。仕方すんな仕方すんな勇気どんまい。とにかくゴーレムハンターでトレジャーハンターよ。わかった。じゃあもう行っていいぞ。慰謝料は訴えてやる訴えてやる法律知ってんのかお前は。あきれた確かにあきれた。これをやるからさっさと消えてくれ。勇気は慰謝料を受け取った。ええ、嘘マジか。言うのは言ったもん勝ちだね。ところでおい、アツマ。なんだよ。礼は言わないからな、アバよ。やっとやかましいのがいなくなったなまあな。ところでカーリン君。何？もうそろそろ集会の時間だから、広間に集合してくれたまえ。わかったわ、広間に集合ね。うん、広間ね、広間行きましょうなら。いやー、勇気では、勇気にもほんま笑わせてくれるわ。勇気はほんまにな。どっちや、行く場所。え、あれ、あ、あれ、え、こっち、あ、違う、え、違う、あ、こっち、え、あれ、行く場所がわからなくなった。あ、広間、ここや同じ壁やからわからなかった。みんな集まったようだな。それでは今から我らレジスタンスの集会を始める今このロンドンシティは未曽有の危機にさらされている。理由はデビルゴーレムという存在だ。デビルゴーレム、クイーンオブアイスは横浜シティを壊滅させた。そして次の標的はロンドンシティではないかと、ロンドン市民の間には不安が広がっている。それに対して我がシティは、いや、ロンドンの王たるカリバンは同じデビルゴーレム、エンテイの封印を解こうとしているのだ。確かに毒を持って毒を制するという考えもわからないではない。だがデビルゴーレムは我々が制御できるものではない。そうだよ、忌まわしきゴーレム王という災厄からもそのことは明白だ。もしデビルゴーレム同士の争いが起きてしまったら、人間滅びるな。そしてさらに他のシティにも眠るデビルゴーレムまでが使われたら、ゴーレム王が再び現実のものとなるではないか。我々はこのカリバンの暴挙を絶対に食い止めねばならんのだ。力に対して力を行使するという短絡極まりない発想、とても我々の未来を託すに値しない器だ。まあね。そもそもなぜクイーン・オブ・アイスがロンドンシティを襲うと分かる？まあそれは分からんけどな、まあ、普通に考えたらな。全ては王宮からの情報だ。エンテイという強力な兵器となるデビルゴーレムを使うために必要以上に不安を煽り、我々を誘導しようとしているのではないのか。我々はそのような奇弁に騙されたりはしない。故に我々はデビルゴーレム、エンテイの復活を阻止すべく
炎帝の魔導機を死守する。たとえ王が実力行使をしてこようとも、正義が我らにある以上、臆することはない。そうよそうよ、正義はこっちにあるんだから。そうだそうだそうだよ、俺たちは何も間違っちゃいない。正義は俺たちの方にあるんだ。その後どうすんの？リーダー、ちょっといいかしら？なんだね、カリン君。炎帝の復活を阻止するのは構わないけれど、その先は？その先？デビルゴーレムが、クイーン・オブ・アイスが本当に来たらどうするのかってことよ。クイーン・オブ・アイスが、どうするって、お前戦うか？俺は無理だしさ。みんな落ち着け。それについては今作戦を立案中だ。そんなに悠長に言ってる場合ちゃうと思うよ。とにかくはっきり言ってな、まずは目の前の課題をこなさねばならない。目の前の課題こなした後どうすんねやっていう話よ。幸いある筋からの情報によると、しばらくの間騎士団は横浜シティアトム紹介任務についているため、レジスタンス活動への規制は弱まりそうだ。そこでその分アジトの守備部隊を減らし、ロンドンシティでの活動に力を傾けることにする。危険だわ。最近はむしろレジスタンスへの締め付けは厳しくなってきているはず。このアジトだって無事とは限らないはずよ。それに横浜シティへのロンドン軍の調査は一通り終わっているはず。紹介といっても騎士団を派遣するほど大規模なものではないのではないか。カリン君、ライガ殿、我々レジスタンスはロンドンシティ軍よりも数が少ない。だが数は問題ではない。正義と勇気さえあれば、そんなものは障害になり得ない。いや、障害になるよ。勇気と無謀は違うと思うけど。うん、おっしゃる通りでございます、カリンさん。ともかく今からアジトの防備ではなく、ロンドン市街での活動に重点を置くことにする。みんなそのつもりで動いてくれたまえ。正義は我らレジスタンスと共にある。解散。カリン、何を？なんか怒ってない？怒ってないわよ。いや、怒ってるし怖い。私はただリーダーの考えがあまりに、まったく緊張感がないわね。とてもさっきまで深刻な話をしていたやつとは思えないわ。こんな状態でも腹は減るんだからおかしいよな。あなた顔色悪いわよ。そういえばずっとまともに食べていないんじゃないの？そうかも、よく覚えてないけど。よし、決めた。私が腕によりをかけて美味しいものを作ってあげるわ。まずい、まずい、ええ、まずい、まずい。まずいって何よ、ライガー。うわ、そういうパターンか。料理が下手なやつのパターンか。その心配しなくても大丈夫よ。手を切ったりなんかしないから。じゃあ、そっちの問題じゃないと思うよ。そういう意味ではなく。じゃあ、食堂に行くわよ、アツマ。ライガはついてこなくていいからね。アツマ。何？幸運を祈っているぞ。必ず生きて帰れ。やほら、アツマ。何やってるの？食堂に行くわよ。行きたくないよ。食堂連れてかないで。仲間から外れたし、もうやだ。もうで、しかも食堂どこ、食堂どこよ。ちょー、もうやめて。ここやろ今な。外学に行きゃいいんかな、まず。いや、ちょっと待って、これ上行って良さそう。宿坊、あっちが、あっとった。こっちでよかったわ。けど行きたくねえよ。ちょっとまずいものが壊されそうな雰囲気があるよ。大丈夫かな。
マジで大丈夫かな。さて、じゃあ私が腕によりをかけた手料理を作るからね。おとなしく待ってて。はーい。うわあ、東、ご愁傷様です。いや、やばい、逃げるなら今やぞ東。なあカリン、そろそろできたか。邪魔しないでおとなしく待ってる。はーい。あのさ、なんでレジスタンスなんかやってんの。なぜって。女の子がなんでそこまで一生懸命になるのかなって怖くない。怖いわよ。でもそれでもやらなきゃダメなことってあるじゃない。だけど他にもレジスタンスのメンバーは大勢いるんだし。何も、私他人任せにしてるのが嫌なの。それにみんないい人たちかもしれないけど、あれじゃ甘すぎるのよ。理想だけじゃ国は守れない。エンテイの復活阻止、それはいいわ。だけどその先のことを考えていない。自分たちから仕掛けさえしなければそれで安全だと思っているのよ。まあ、カリン、何を考えてるんだ。別に。だってその先のことって、それに俺の右腕が必要なのか。やだな、何想像を膨らませてるのよ。あなたの右腕は万が一の時のためよ。はい、そんなことよりできたわよ、私の特製シチュー。爆弾シチューやろ、爆弾シチュー。いや、やばい。カリンブリリアントシチュー、さあ召し上がれ。いや、やばいって。 だけどこれがシチュー。シチュー何食べないわけ。いただきます。おいしいでしょ。あつまも私の特製シチューなんだから。この足は。あつま、ちょっと、あつまを勝手に連れてかないでよ。は？はあ、私が連れ出したみたいな言い方やめてよ。え、何か食べたいって頼むから仕方なく料理を作ってあげてたのよ。偉そうに。ところでさっきからしてるこの怪しげな匂いは何。うっ、料理ってひょっとしてこれ。今うっって言ったわね。うって。うってこれは人間の食べ物だとでも。うん、立派な危険物じゃん。あんた何入れたの。なんであなたにそこまで言われなきゃならないの。アツマ、美味しいわよね。アツマが、アツマが、アツマ、しっかりして。お医者さん早く呼んで。衛生兵、衛生兵。いろいろうるさいやつだったけど、誠の料理はうまかったかな。そうやな、もうあんなうまいもの食えないまま死んでいくんだろうか。アツマ、アツマ大丈夫か。アツマ、ライガモ、もうちょっと必死に止めてくれよ。頼むわ。俺は一体。そうか、俺は死んだんだ。ああ、死んだのか。毒殺されたんだ。毒殺されたのか。 笑ってもまうんだけど、なんか、まさかカリンが俺を殺そうとするなんて。こんな死に方ってねえよな。つないな。アツマ、アツマ、アツマ、大丈夫か。ライカさん、あれ、俺生きてる。俺どうしちゃったんだっけ。カリン様の手料理を食べて倒れたのだ。そうか、毒殺されたんだ。毒殺されたんだった。毒殺。いや、なんでもない。それにしてもなんて言うか、カリンの料理はまずいとかそういう次元じゃないな。レ
じれるっていうか反転するっていう反転するなあ悪い。でも別にカリンをけなしてるわけじゃないから。あれでもカリン様はお前の身を案じているのだ。それは分かってるけどさ、俺この右腕が暴れ出したらまたカリンを傷つけてしまうかもしれない。もしお前のその右腕がカリン様に害を及ぼすようなことがあれば、迷うことなく私がお前を斬る。分かった、うん、ダイカさんってさいい人だね。そうだ、忘れるところだった。お前に見舞いの品を渡さねばならんな。見舞いの品？見舞いの品？ああ、カリン様の手料理の犠牲者に私からいつも詫びの品を渡してちょっとライガー分かってて生かせたやつやって。これん？カムイタン？カミイタン？なにこれ？苦労してるんだねでは無理はするなよ。さてと、気を失ってたせいか全然眠くないな。ちょっとブラブラするか。あ、ブラブラする？カリンが仲間から外れた。マジで？まあ今は何もね、怒らんやろし。あ、何かな思った。揺れ落ちてやろ。ブラブラするかって何かあんの？遺跡の中や外郭を探索してレジスタンスの仲間から話を聞こうっていうことなんで、ね、まあ今回はこれぐらいにしておきましょうかね。では次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。